第8代ノーフォーク女伯爵、アンド・モーブレイは、バラ戦争時代のイングランドの貴族女性。エドワード4世王の次男リチャード・オブ・シュルーズベリーとの結婚により、ヨーク公爵夫人及び、ノーフォーク公爵夫人となった。第4代ノーフォーク公爵ジョン・モーブレイと、その妻で、初代シュルーズベリー伯爵ジョン・タルボットの娘である、エリザベス・タルボットの間の唯一の子供として生まれた。 1476年に、父が死ぬと、モーブレー家の裕福な財産を相続した。借位に関しては、ノーフォーク公借位を継ぐことはできなかったものの、ノーフォーク伯い、位、及び二つの男借位を受け継いだ。1478年1月15日に、ウェストミンスター寺院のセースティーブン礼拝堂において、エドワード4世の次男ヨーク公リチャードと結婚した。神父は5歳。 新郎は4歳と非常に幼い年齢での結婚となった。リチャードは、アンとの結婚に伴いモーブレー家の名跡を継いだものとみなされ、1481年にノーフォーク公爵に助せられた。しかしアンはその年のうちに8歳で亡くなった。リチャードもまた1483年に、兄エドワード5世と共に、ロンドン島に監禁され、 バラ戦争末期の大井継承をめぐる陰謀に巻き込まれて消息不明となった。アンの死後、彼女の遺産の相続人となるはずだったのは、元祖父、トマス・モーブレーの外孫にあたるウィリアム・バークリー教、内氏ジョン・ハワード教だった。しかし1483年1月に議会を通過した法律により、アンの遺産は、夫のリチャードとその子孫に帰属し、 リチャードが子孫を残せない場合はエドワード四世以の別の子孫にわたると定められた。この措置はリチャード三世の支持者だったハワード卿に対する懲罰的な意味を持っていたと思われる。ハワード卿はリチャード三世の退官後にノーフォーク公爵位を授けられ、モーブレー家の所領の半分を獲得した。ヨーク公爵夫人アンはウェストミンスター寺院の聖イラズマス礼拝堂に 鉛製性の棺に収められて安置された。ンの棺は1502年、イラズマス礼拝堂がヘンリー7世、礼拝堂建設のために取り壊された際、クララカイ女子修道院の地下、納めからだ堂に移され、その後は行方知れずになっていた。1964年12月、ンの棺の置かれた地下、納めからだ堂は、ロンドン北東部ステップニーでの建設工事中に、 偶然掘り返された。案の意外は科学的調査の後、1965年5月にウェストミンスター寺院に再び安置された。調査によると、頭蓋骨の赤毛や遺体を包む強化扉が残っていたという。ありがとうございます。